おはようございます。最高じゃねえか。これ以上傾けるとね、カメラ落ちちゃうんだよね。はい、ちょっと時間かかりそうですけど、編集、今からします。思いのほか早く編集が終わりましたね。おはようございます。スティーブンです。このチャンネルは、ジョギングだ、ジョギング。来ましたね。今日も今日とて。ちなみに今日はランニング10分走り、1分歩き。これを2セットです。カウントダウン始まってますね。入ります。もう筋肉痛すごすぎて背中に手届かない可能性が高いです。結局背中ゴシゴシするやつ使えば届きました。メトロですから。寝てる？それとも起きてる？疲れた疲れた。うわ、やばい、完全に寝すぎた。ちょまじ急がないとやばい。これね、寝坊した事実は変わらないんですけど、逆に言うと、いや、よく4時に起きれたな、こういう捉え方もできるわけですよね。渋谷行きが参ります。お久しぶりです。お久しぶりです。何何何、これよければフォロー、インスタグラム。ありがとうございます。じゃあまた頑張って。ありがとうございます。うん、頑張ってください。今日こっちだから。行きました。乾杯。エースです。お疲れ様です。完食です。楽しかったです。また行きましょう。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。すいません、ほんとはい、どっち。髪伸びたなぁ。いただきます。あ、マスクが。おりゃあ。あ、そうかそうか。あ、めっちゃうまいっすねこれ。いってらっしゃい。おい。今の欲求を満たすか、未来の欲求を満たしに行くか、どっちなの？あなたはどっちなの？っていう。シャワー入ります。ポンプヒューリー、今日頼みますぜ。着替えました。これからですね、国分寺の床屋さんに行って、フェードカットにして、その後は、小学校時代の同級生と、ご飯です。Let's go. よし。いや、2日連続の焼肉は人生初めてだったっすけど、まあ昨日も今日も最高に楽しかったっす。生きてるこれ。
下行こう。サッカーして。今日も走るよ。10分2セット行きましょう。というわけで、今日も10分走り1分歩きかける2をやりました。一昨日やった時はね、なんか関節節々結構痛くて、あ、これやべえなと思ったんだけど、今日やったら全然大丈夫でした。なんか多分久々に動き出したんで、まあ、体も慣らさないとなっていう感じに思いますと。まあ、ゆっくりこう焦らずやれたらなっていう。結構、まあ、今日とか調子良かったっすね。よいしょ。あの後、シャワー浴びて、ストレッチしたので、これから、ちょっと買い出し、行きます。買い物行ってくるね。え？買い物。いな、若若、いやー、気持ちいいな。全部紹介すると大変なんで、一人暮らししてる人におすすめなものを紹介しようと思います。まず、プチッと鍋。はい。これマジでいいよ。野菜も取れるんで、鍋って。で、肉も入れれるし、プチッと鍋は定番でしょ？ピーマンとか、ナスとかは最近いいんで、小腹空いた時は、これ、チーズ。懐かしの、ベビーチーズとかを食べたりするかな。よし、きた。よし、いい感じじゃない？これだけは持っていけ。日本から持っていくべき必須アイテム、出せー。オレウェイ。懐かしい。洗って洗って洗って。はい、というわけでね、家でエンディングトークを取り忘れてたので、なんと今ここガストにいます。ガストのトイレでエンディングトーク最後撮ろうかなと思います。ちょっと今、ちょうど今人いないと思うので、いたらマジ面白いですよね、うん、おじいちゃんの声盗み聞きしてたら後ろで面白いですよね、まあ、その話は置いといて、今回なんですけど、もうこの3日間でいろんな人に会いましたね。元将、元中、元校歌、うん、いろんな同級生の子たちに会って、なんかみんなやっぱ頑張ってたし、刺激ももらったし、なんかみんな口揃えて楽しかったって言ってくれて、嬉しかったですね。いい時間を、うん、過ごしたと思います、はい、なんか僕もやっぱモンテネグロ経験したりとか、より大きくなってみんなと接してるのがなんか自分でも分かる。話してて、あ、俺成長してんのかもみたいな、こう話してる内容がすごい自分の中で大人になったなみたいな感覚があるので、楽しかったって言ってもらえたのは嬉しかったです。はい、
8月9日水曜日ですね、オンライントークイベントあるので、ぜひ皆さん参加してみてください。海外サッカー留学したい選手多いと思うんで、そういう方は特に入ってもらいたいなと思います。 Zoom で無料でやるので入りやすいと思います。はい、じゃあそんな感じで今回終わると思います。それでは皆さん。